聖書を拝読します。第一サムエル26-23です。主は各々その人の正しさと真実に報いてくださいます。主は今日あなたは私の手に渡されましたが、私は主に油注がれた方にこの手を下したくはありませんでした。アーメン。はい、ありがとうございました。愛する同会長先生が伝える全5回目ダビデについて聞きます。愛する生徒の皆さん、全世界と全国の司教会と司聖殿の生徒の皆さん、全世界でインターネットで礼拝を捧げているすべての生徒の皆さん、視聴者の皆さん、この時間は全の5回目でダビデの全についてお伝えします。ダビデはイスラエルの初代王だったサウルの後に続き、神様に立てられて王とされるように選ばれた人です。イスラエルの最後の裁き司だったサムエルが王を求める民の要求に対して仕方なく王として立てた人がサウルでした。このサウルは初めはへり下っているようでしたが、王になってからますます高ぶり、結局は神様のお言葉に聞き従わなくなりました。神様は預言者サムエルを通して何度か警告されましたが、サウルがこれを無視して続けて聞き従わなかったので、神様は結局彼を退けてご自身の心にかなったものダビデを見出されました。ダビデはエッサイの8人兄弟の8人息子の末っ子で、野原で羊を飼う羊飼いでした。ところがある日、神様のお告げを受けたサムエルがエッサイの家を訪ねてきました。その場面が第一サムエル16章にあります。はじめ預言者サムエルは神様が望んでおられる人が誰なのか分からなくて、要望が優れていたダビデの一番上の兄エリアブに注目しました。しかし神様はサムエルに、私は人が見るようには見ないからだ、人は上辺を見るが主は心を見ると仰せられ、エッサイの息子の中で一番幼いダビデを王として立てるように命じられました。一階の羊飼いに過ぎなかったダビデがこのように神様から愛されて祝福された理由は何でしょうか。神様は心をご覧になって8人兄弟の末っ子のダビデを選ばれましたが、その理由は何でしょうか。皆さんも万軍の主父なる神様に選ばれたいでしょう。それはダビデの心が神様がご覧になって誠に良かったからです。今からダビデの善について伝えますので、皆さんは果たして私はダビデと比べてどれくらい神様に愛されるものなのかチェックしてみますように。愛する生徒の皆さん、神様がダビデをご覧になって善とお認めになる第一の分野は、ダビデは神様の皆がなぶられる時に黙っていたのではなく大胆に行ったということです。第1サムエル17章を読むと、イスラエルの人が異邦の民ペリシテとエリの谷を隔てて相対した場面があります。この時ペリシテ人の陣営にゴリアテという戦士がいましたが、身長が3メートル近い巨人で、青銅の兜と鎧、投げ槍で武装した勇士でした。また力がとても強く、彼が着ていた鎧は普通の人の体重約57キロもありました。このような代表戦士ゴリアテが出てきて叫んで言いました。一人を選んで俺のところによこせ、
俺と勝負して勝ち、俺を撃ち殺すなら、俺たちはお前らの奴隷となる。もし俺が勝ってそいつを殺せば、お前らは俺たちの奴隷となり、俺たちに使えるのだ。今日こそイスラエルの陣を殴ってやる。一人をよこせ。一つ勝負をしよう。このようにゴリアテが40日間早朝と夕暮れに出てきてイスラエルの陣を殴って大声を張り上げていたのに、イスラエル陣は恐れおののくばかりでした。ところがまさにその時ダビデが戦場に来たのです。ダビデは戦うために来たのではなく、戦場にいる兄たちに入り麦を持って行きなさいという父親の言いつけでそこに来たのです。ちょうどダビデがそこに着いた時、ゴリアテが前のように声を張り上げるのと、イスラエル人が皆彼を見てその前を逃げて非常に恐れるのを見ました。それでダビデは、このペリシテ人を撃ってイスラエルのそしりをすすぐ者にはどうされるのですか、この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか、生ける神の陣を殴るとは、と言い、王にも、あの男のために誰も気を落としてはなりません、このしもべが言ってあのペリシテ人と戦いましょう、と言いました。そしてダビデは何の武装もしない意味で、ただ石一つだけを手にしてゴリアテに向かって大胆に近づいて叫びました。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前が殴ったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。そしてゴリアテがじりじりと近づいてくると、ダビデは走っていき石を放ちましたが、この石が一度でゴリアテの額に的中して、ゴリアテはそのままうつ伏せに倒れてしまいました。ただ回して投げるより、早く走りながら回して投げればもっと石が強く飛んでいくでしょう。彼は普段から羊を守るために石を投げていたから石投げの達人でした。でもゴリアテは鎧に兜まで武装していたから、石が当たるくらいで倒れる人ではないし、隙間があるところは額しかなかったのです。神様が助けてくださって、正確に額の真ん中に命中したのです。兜をかぶっていても隙間がある額の真ん中の急所に石が強く飛んでいって当たって、そんな巨人も倒れてしまったのです。このようにゴリアテの死によってイスラエルの陣は力を得てペリシテの陣を滅ぼし、完全な勝利を収めることができました。ダビデは心から神様を愛して恐れたので、神様の皆が殴られるのが耐えられなかったのです。第一ヨハネ 4-18 前半節、愛には恐れがありません、全く愛は恐れを締め出しますという御言葉のように、ダビデは心から神様を愛していたので、ゴリアテが全く恐ろしくなかったのです。皆さんも心から神様を、主を、教会を愛すれば恐れはなくなるのです。このように神様の皆が殴られる時、心から神様を愛するので、神様の皆に頼って奮然と立ち上がることができた信仰の行いが、神様がご覧になっての善なのです。もし皆さんのご両親が何の罪もないのに他の人に殴られるのを見たとき、どうするのが善でしょうか。自分の母親がある人に罵られたり、ひっぱたかれたり、つばきをかけられているなら、それもそのまま見ているのが子としての善でしょうか。恐れて黙っていたり、退くのが善でしょうか。親が恥ずかしめられているのに、かえって親を非難するのが善でしょうか。
争ってはいけないから平和を作って柔和でなければと黙っているのが善でしょうか。出て行きたいのに相手があまりにも強く見えるので私が出ても何の役にも立ちそうもないと退けているならこれが言い訳になるでしょうか。そうではありません。黙っていることは親を愛することでもなく神様がご覧になって善でもないのです。だからといって争いなさいという意味ではありません。信仰にあっても神様の栄光を遮らないためにダビデのように大胆に出ていくべき時があります。ところがそのため自分の身が危なくなるのであるのではという恐れが先立ってためらって大胆に出ていけないことがあります。それは神様を心から愛してより頼んで神様の栄光を遮らないために自分の身を投げ出す人には神様も全てのことを働かせて益としてくださることが信じられないからです。だから大胆に出ていけないのです。従って聖徒の皆さんも神の国を立て上げるとき神様の栄光のためにはダビデのように奮然と立ち上がることが神様がご覧になって善になることもあることをよくわきまえていますように、立ち上がるべき時があってじっとしているべき時があるのです。イエス様も神様の宮を汚している人々にどうなさったでしょうか。マルコ 11-15-17 にイエスは宮に入り宮の中で売り買いしている人々を追い出し始め両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒し、イエス様がどう行われたのか見てみてください。宮の中で売り買いしている人々を追い出し始め、宮の中というからこういう聖殿の中なのではなくて宮の庭のことです。塀で囲まれている中の部分を全部宮というのです。その時代にイスラエル人は聖所の中には大祭司や祭司長以外は入れないし、至聖所には大祭司であっても1年に1回しか入れなかったのです。イエス様は宮の庭で両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒したのです。ただ押したりしたのではなくて倒したのです。どれほど身怒りを燃やされたのでしょうか。また宮を通り抜けて器具を運ぶことを誰にもお許しにならなかった。そして彼らに教えて言われた。私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれる。神様の宮は祈りの家なのです。父なる神様に祈り神様がご臨在されるところなのです。私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるのではありませんか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのですとあります。イエス様は争うことも叫ぶこともせず誰も道でその声を聞けないと言われるほど柔和な方でしたが、父なる神様の皆が汚されることは許さず、このように果敢に行われたのです。聖徒の皆さんも父なる神様を心から愛するなら、神の国のためにイエス様のように時には大胆でなければなりません。イエス様の行為を行いは誠に善であり、神様をこの上なく愛するゆえ、ご自分の身も顧みないし、犠牲になることさえ、ものともしないのです。ただ神様の栄光を遮らないようにするために命も捧げる、これが誠の善なのです。愛する聖徒の皆さん、先に言った通りダビデが心から神様を愛してより頼んだので大胆に出て行ってゴリアテを倒し、これをきっかけにイスラエルの人は勝利を得ました。サウルもこのようにゴリアテを退けて国を救ったダビデを初めは非常に喜んで戦士たちの長にまでしました。ところがダビデとサウルが戦いから帰ってくるとき、彼らを迎えに来た女性たちが、サウルは千を打ちダビデは万を打ったと歌ったことにより、サウルの妬みが出てくるようになりました。サウルの妬みは悪い霊によって苦しんでいる自分のためにことを引いていたダビデに槍を投げつけて殺そうとさえするほどますますひどくなりました。
その後もサウルはダビデを殺そうと勝ち目のない戦争に送り出したり、ついに彼の家に兵士を使わして殺そうともしました。結局ダビデはサウルを避けて逃げるようになりましたが、サウルはしつこくダビデを追いかけて殺そうとしたのです。サウルはダビデを妬んで憎んで殺そうといろんな策略を巡らします。自分の娘まで利用して娘と結婚させてあげる条件でペリシテ人を撃ち殺せと戦いに送り出します。するとペリシテ人の手でダビデが殺されると思ったからです。それで自分の娘をやると約束したのです。でも神様が助けてくださってダビデは堂々と勝利して帰ってきてサウルの娘を得たのです。そうやって婿になったのに、サウルはダビデを殺そうとまたいろんな悪だくみを図ったのです。ところがこのように追われていたダビデにサウルを殺せる絶好のチャンスが来ました。皆さんもダビデの立場になってみてください。サウルが主人公の時はサウルの立場に、ダビデが主人公の時はダビデの立場になってメッセージを聞いてみてください。皆さんがダビデならこのように追いかけられて濡れ衣を着せられて殺されかけて、自分は王を助けて国を救ったのに王が妬んで何の過ちもないのに殺そうと執拗に追いかけていて、そのサウルを殺せる絶好のチャンスが来たなら皆さんはどうするでしょうか。いよいよ時が来たんだ、神様が私に次の王として油を注いでくださったが、そのために今サウルを殺す機会を与えてくださったんだと思うのではありませんか。ダビデが身を隠していたエンゲディの荒野の洞穴にサウルが知らずに入ってきたのです。イスラエルには洞穴がたくさんあります。第1サムエル24章にこの場面がありますが、その時にダビデ川の人々はダビデにサウルを殺すように勧めます。神様がサウルをここまで導いてくださったのはダビデに敵を殺す機会を与えておられるのだから、その機会を逃さないようにと言いました。しかしダビデはサウルの上着の裾だけこっそり切り取りましたが、これにさえ心を痛めて第1サムエル 24-6 に、私が主に逆らって主に油注がれた方、私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど主の前に絶対にできないことだ、彼は主に油注がれた方だからと言いました。そして部下たちにも絶対にサウルを殺してはならないと命じました。そう言ってはいても心の中では家来たちにサウルを殺してほしいと密かに願っているのではなかったのです。本当に殺してほしくなかったのです。そしてサウルと遠く離れた時、サウルにこの上なくへり下って良い言葉で、決して王に危害を加える心がないことを表したのです。これにサウルも感動して涙を流し、軍隊を撤収して帰りました。ところがサウルはその心の悪がひどく、その後も再びダビデを捕らえようとします。サウルはこのように心がすぐ変わってしまうのです。自分の利益を求めてああしたりこうしたりする二心、移り変わる心、これが今の皆さんにも一番問題です。移り変わる心は神様が非常に嫌われる心です。だから祝福されることも大いに用いられることもできないのです。この移り変わる心を引き抜いてこそ神様に愛されるし祝福も望むのです。移り変わらないまっすぐな心、真心に変えられてこそ神様に信頼されるからです。神様も信頼できる人を安心して祝福してくださるのではありませんか。
その後も再びダビデを捕らえようとします。それも今度は3000人のイスラエルの精鋭を率いるなど大掛かりな準備をして出てきたのです。ある日の夜、道の傍らに陣を敷いて、自分は爆営の中で寝て、兵士たちはその周りに宿営していました。石膏を送ってこのことを知っていたダビデは、爆営の中で寝ているサウルのところへ下ってきましたが、神様が彼らを深い眠りに陥れられたので、ダビデが来たことを全く知りませんでした。サウルが眠りこけていたことも神様の働きだったのです。ダビデがそこに行ったのはサウルを殺すためではなく、良い行いを見せるためだったので、神様が彼を深い眠りに陥れてくださったのです。すべてのことで神様を認めてより頼む人は、このように神様が責任を持ってすべてを働かせてくださるのです。でもすべてのことで神様を認めることができないから、自分の思いと合わなければ神様に委ねることができないのです。信仰とはそういうものではありません。神様が彼らを、つまりサウルとすべての兵士たちを深い眠りに陥れられたので、ダビデが来たことを全く知りませんでした。この時ダビデと一緒にサウルの爆営に入ったアビシャイが、第1サムエル 26-8 で、神は今日あなたの敵をあなたの手に渡されました、どうぞ私にあの槍で彼を一気に地に刺し殺させてください、二度することはいりませんと言いました。彼は勇士だから、どこが急所かも知っているし、槍で急所を正確に一度突き刺せばそのまま死ぬのです。力も強いから槍で一気に刺し通せるし、二度することもいらないのです。しかし今度もダビデは、殺してはならない主に油注がれた方に手を下して、誰か無罪でおられよう、主は生きておられる、主は必ず彼を撃たれる、彼はその生涯の終わりに死ぬか、戦いに下った時に滅ぼされるかだ、私が主に油注がれた方に手を下すなど主の前で絶対にできないことだ、さあ今はあの枕元にある槍と水差し等を取っていくことにしようと言いました。このようにダビデはサウルの枕元にある槍と水差しだけ持って遠くに行き、サウルに自分の真心を知らせました。その場面が本文の第1サムエル 26-23 です。主はおのおのその人の正しさと真実に報いてくださいます。主は今日あなたを私の手に渡されましたが、私は主に油注がれた方にこの手を下したくはありませんでした。これに対してサウルももう一度感動して、我が子ダビデ、お前に祝福があるように、お前は多くのことをするだろうが、それはきっと成功しようと言って書いていきました。聖徒の皆さん、ここで私たちはダビデの第2の善が見出せます。つまり自分の命を奪おうとする敵にも善を行うものの、その心に感動を与える善の告白が出てきたということです。神様が油注がれた人に自分が危害を加えることは御心ではないことを知っていたので、その御心に従いました。つまり行いを見せて神様に喜ばれたのです。ダビデは二度も同じ機会が来たのに、変わらず相手に善を行うことで神様の御心に完全にかなうようになったのです。普通の人なら自分を殺そうと自慢まこになって追いかけている敵を殺せる絶好のチャンスが来た時、助けてやれるでしょうか。今日は法があるからいけませんが、法と関係なく殺してもいい状況ならどうして助けてやれるでしょうか。また道義上、一度は助けてやって自分が相手に全く悪意がないことを表したのに、
相手がまた悪を持って出てきて、もう一度殺せる機会が来たならば、ダビデのように変わらず善を行う人がどれほどいるでしょうか。その人を殺せば全ての苦しみが終わります。それ以上逃亡生活をしなくてもいいし、命を脅かされることもないし、家族と周りの人が苦しめることもないでしょう。ダビデは心の芯が良かったので、善を行うものの変わらず行い、御心に完全にかなうようになりました。つまり神様から油注がれたものを殺すことを神様が禁じられると知っていたので、自分だけでなく部下たちもその御心に従わせたのです。いくら自分がサウルの後に王として油注がれたとしても、私が王になることが御心だからと言って自分がサウルを殺して王になろうとはしなかったのです。心から神様に信頼していたので、最後まで神様がなさるように完全に委ねたのです。しかし普通人はそうしません。自分の利益のためなら自分の都合のいいように解釈するのです。ただ真理、神様の御手に委ねるのではなく、自分が見て正しい方を選んでいく人がたくさんいるのです。しかしそれは神様の御目には悪がしごい心です。私も今日まで ただの一度も神様に油注がれた主のしもべや長老を自分の思いのままに扱ったことがありません。いくら教会に害になることをしても神様が働かれるように委ねました。ところで生徒の皆さんはいかがでしょうか。使えている主のしもべや長老が自分が見てふさわしくないと勝手に裁いたり罪に定めたりはしていないでしょうか。また事実が確認されない内容を持って陰口を言うとか、事実のように伝えてはいないでしょうか。よく顧みてください。もしそんなことをしたことがあるなら、これは神様の御目にどれほど善とかけ離れているのか悟ってください。そしてダビデは、ただサウルが神様に油注がれた人だからと形式的に善を行ったのではありません。心の底からサウルがうまくいくことを願ったので、そのような善の口の告白でサウルの心を安らかにしようとしました。それでその後サウルがペリシテとの戦いで敗れて自殺したという知らせを聞いた時、ダビデは泣いて悲しんで断食し、サウルを葬ったギルアデの人々に謝意を表し、心から祝福しました。ですから皆さんも悪を行う相手に一緒になって悪を持って報いず、自分なりに最善を尽くして善を行ったとしても、果たしてどんな心でしたのか自分を顧みますように。愛する生徒の皆さん、ダビデはこのように神様の良き御心に従える心でしたが、当時は聖霊時代ではなかったので、本性の中の悪まで捨てたのではありませんでした。それでサウル王が死んで、ダビデがイスラエルの王になって平安が訪れた時、ダビデの本性の中の悪が現れるのが見られます。神様はダビデがさらに完全になるように試練に合わせられました。つまりダビデが良き民ウリアの妻を取るのを止めずに放っておかれたのです。そしてダビデはこれを隠すためにウリアを激戦地に送り出し、異邦人の手で死ぬようにしました。悪巧みを図って自分が信任する部下に降降しなさいと指示したのです。さらにダビデの罪が大きかったのは、ウリアが非常に正しい人だったからです。聖書にウリアがどんなに正しい人なのか詳しく記されています。王を愛して、国と民を愛して、部下を愛する人だったし、自分より神様と国と
民と王のことを優先する素晴らしい人だったのです。そんな人を殺したからどれほど大きい悪だったでしょうか。ダビデはひどいですね、私だったらそれほどじゃないと思いますと言うのでしょうか。いいえ、ダビデと同じ権力を持ってみてください。前はサウルに追いかけながら苦労していたのに、今は王になって安らかに王宮で衣食住のも心配もなく、命が脅かされる心配もなく、民を治める地位にいます。皆さんも同じ地位にいるなら、私だったらそうはしなかっただろうとは言えないと思います。もちろん言える方もいるでしょうが、全部ではないという話です。ダビデのように大きい悪を行う人もたくさんいるのです。異邦人の手に死ぬようにしました。すべてがダビデの思い通りに運んだように見えた時、神様は預言者ナタンを使わしてダビデを厳しく責められました。第2サムエル12-9前半節に、それなのにどうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目の前に悪を行ったのかとダビデがしたことを一つ一つ挙げて言われたのです。このように預言者を通して神様から責められたダビデは、直ちに自分の罪を認めて、私は主に対して罪を犯したと悔い改めます。王の地位にいても指摘されたらその場ですぐ悔い改めたのです。これが心が良いという証拠です。するとナタンは、主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった、神様もダビデがすぐ悔い改めることを知っておられました、だからその良い心をご覧になって選んだのです。それでダビデがすぐ自分の罪を認めて悔い改めたら、主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった、あなたは死なないと言われました。つまり罪は許してくださったから命は守られたのです。エノクが病気になって死んだでしょうか。死を見ずに生きたまま移されたのです。まだ若い時に連れて行かれたのは、エノクをあまりにも愛するからそばにいさせるためでした。全く背乗るものとされていたから。こういうことを知っていてください。あなたの罪を見過ごしてくださった、あなたは死なない。しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたのでと言い、試練が伴うことを知らせました。だから人間工作の道具として敵である悪魔が必要なのです。私たちが失った神の形を取り戻して全く聖なるものとされるためには、練られる過程が必要だからです。そして自分が罪を犯したから、その代価として試練に遭うのです。皆さん、罪を犯したらすぐには試練がやってこなくても、後でやってくる場合があります。すると感謝して通り抜けなければなりません。病気とか災いまで遭うようなことをしてはいけませんが、とにかく暮らしの問題や事業での失敗など試練がやってくるなら、それだけ罪を犯して神様を悲しませたからです。そういう試練にあったとき、神様に心から感謝しなければならないのです。父なる神様、こういう試練を通して自分を発見したし、自分が死の道に向かっていたことを悟りました。これをきっかけに徹底的に低くなって立ち返って、これからは善を追い求めて生きるようにしてくださいと、心から感謝しながら涙で祈るとき、試練が早く終わるのです。でも必要な試練だから会うようにしてくださるのです。そんな試練がなければ相変わらず罪を犯しては悔い改めるを繰り返すからです。神様はそれに欺かれる方ではありません。罪を犯しても何の懲らしめもないからといって安心してはいけません。
その人が罪を悔い改めて立ち返って救われる人なら懲らしめがやってきますが、悔い改めもしないで救われない人なら懲らしめもないとヘブル書にあるのです。そのままサタンの手に渡されるのです。だから何か罪を犯したときは必ず心を砕いて罪を告白して神様との間の壁を壊して、神様にあなたは本当に立ち返ったと認められなければ、そのために懲らしめが必要だし、懲らしめを受けないより受けた方が幸いなのです。自分が罪を犯しても懲らしめがなく御顔を背けられたなら、それは大問題です。しかしそもそも罪を犯さないで光の中で歩んでいるなら、そんな心配はいらないでしょう。そして罪を犯していないのに試練がやってくるなら、それは祝福なのです。信仰と愛を持ってその試練を通り抜ければ、必ず神様が祝福を与えてくださいますが、試練が大きければ祝福も大きいし、試練が小さければ祝福も小さいのです。だから大きい試練がやってきても結果は大きい祝福だから、心配は無用です。そのため思い煩ったり悩む必要もないし、感謝すればいいのです。主の出来に大いに侮りの心を起こさせたのでと言い、試練が伴うことを知らせました。その後ダビデは本当に厳しく練られますが、それを感謝して最後まで通り抜けたのです。これがダビデに見出せる第三の善で、王であっても指摘されると直ちに悔い改めて合わせられた試練を感謝で通り抜けたという点です。厳しい試練にあったのに、息子まで死んだのに感謝したのです。息子が病気になったら断食して神様にすがれば生かしてくださるのではと思って断食したんですが、結局神様が連れて行かれました。そしたらダビデはどうしたでしょうか。断食を終えてそれ以上悲しまないで喜んだのです。自分の断食に応えてくださらなくても、それが神様の御心なら素直に受け入れて感謝して喜んだのです。周りの人は戸惑いますね。息子が亡くなったら帰って喜ぶから。それはダビデの本当の心がわからなかったからです。生徒が初心の者の時は誰かに指摘されても感謝して受けて帰られようとしますが、信仰歴が長くなると指摘されることを喜ばない傾向があります。知識的に御言葉をたくさん知るようになると、私も知っていると思ったり、それどころか指摘される時聞くには聞いても、あなたこそやったらと心では思ってひどく気を悪くする場合があります。これはあまりにも心が高ぶっているということです。しかし心の良い人は小さい子が指摘してもその話が真理に合うなら心からへり下って受けるのです。ダビデは王という高い地位にいたのに、預言者が神様の言葉で責めると喜んで聞いて直ちに立ち返ったのです。またそれによって練られている時、どれほど徹底的に自分を低くして感謝したでしょうか。息子アブシャルムの謀反により急いで王宮を出て逃げている時に、シムイという人がダビデと家来たちに向かって石を投げながらしきりに呪いました。民が王にそうしたのです。すると家来の一人がすぐにシムイを殺そうとしましたが、ダビデはこれをやめさせました。王に一階の民が呪って罵っているのです。なら周りには将軍や家来たちもいるから、その場で殺すようにと命ずることもあるでしょう。でもダビデは家来が殺そうとしたらそれをやめさせるんです。自分は一国の王なのに、民の一人が自分を呪って罵っていても家来がその人を殺さないように守ってあげたのです。これは素晴らしい善です。皆さんが王の地位にいて、もし民がひどく呪ったりするならどうするでしょうか。怒って殺せと言うのではありませんか。でもダビデはそうでなかったのです。どれほど深い善でしょうか。
旧約時代にそれほどの善を持っていたから、今日のように聖霊が心におられていつも悟らせてくださるなら、より深い善の段階に入ったでしょう。聖霊時代でもないのに、それだけ深い善を行ったから、素晴らしいのです。今日は心におられる聖霊がいつも悟らせて教えてくださっても、それほどの善を持つのも難しそうですが、皆さん自分と比べてみてください。旅ではそういう器だったので、天国でも序列が高いのです。シムイを殺そうとしましたが、ダビデはやめさせました。第2サムエル16の11から12、見よ、私の身から出た私の子さえ私の命を狙っている。今このベニヤ民人としてはなおさらのことだ。放っておきなさい。彼に呪わせなさい。主が彼に命じられたのだから。多分主は私の心をご覧になり、主は今日の彼の呪いに変えて私に幸せを報いてくださるだろうと言ったのです。自分が濡れ衣を着せられたり苦しみにあっても、自分で復讐するのではなくて、神様に委ねれば神様が報いてくださるのです。だからいくら悔しくても自分で復讐する必要はないし、すべてを神様に委ねれば神様が報いてくださるのです。そうです。まことにダビデはこの告白のように、試練がやってきた時、誰かのせいにしたり恨んだりしたのではなく、試練を通して完全にしてくださる神様を信頼して喜んで通り抜けました。では皆さんはいかがでしょうか。少し苦しくても感謝できなくて、他の人や環境のせいにしたのではありませんか。なぜ私だけこんなに苦しまなければならないのかと恨んで嘆いたのではありませんか。しかし心の良い人は、人や環境のせいにする前に自分をまず顧みます。すると試練に合わせられた神様の御心も善の心で悟って、心から感謝が出てきます。皆さん、ある試練や患難に遭うなら、このメッセージを思い出してください。するとその原因を見つけて悔い改めることができるでしょう。ヨブ23の12、しかし神は私の行く道を知っておられる。神は私を調べられる。私は金のように出てくるとあるように告白できるのです。ですから心の良い人は試練も速やかに通り抜けるのです。同じ試練にあっても、ある人は早く通り抜けて、ある人はすごく時間がかかるのですが、それはそれぞれの行い次第です。その人の心と信仰、愛と行いによって試練が早く終わるかどうかが違ってくるのです。ダビデが過ちを犯した時、神様は災いを下す前に彼に選択権を与えて、あなたに負わせる3つのことがある、そのうち一つを選べと言われたことがあります。その3つは全部大きい災いでした。ダビデが民の頭の王だったのに、神様の栄光は遮ったからです。その時ダビデはどれを選んだでしょうか。より軽いのを選んだのではなくて、自分に非常につらいことであっても神様の御手に陥ることを選んだのです。たとえ死んでも神様の懐で懲らしめられようという心でした。どれほど愛すべき心でしょうか。ダビデは実に厳しい試練にあっても善の心でよく通り抜けると、まことに御心にかなう人に変えられました。それで霊的な序列も高いものになって、この地上だけでなく天国でも尊いものとして永遠に栄えるようになりました。結論です。愛する生徒の皆さん、この時間はダビデの善について3つ調べてみました。第1、神様の御名がなぶられる時に大胆に信仰によって出ていった点。第2、自分の命を奪おうとする敵にも善を行い、その心に感動を与える善の告白が出て、その行いが変わらなかったという点でした。一度だけでなく何度でも変わらず善を行ったのです。第3は、王であっても指摘された時直ちに悔い改めて試練を感謝で通り抜けたという点でした。しかし聖書の人物の中で神の人でない人たちは指摘された時どう反応したのでしょうか。サウルは指摘されたら
悔い改めたのではなく、言い訳をして、かえって高ぶって、民の前で自分の面目を立ててほしいというのです。それだけでなく、預言者まで殺そうとしたので、偉大な預言者サムエルが王を避けるようになったのです。他の王の中でも、初めは神様を愛していたのに、後で変わってしまって預言者が罪を指摘したら、かえって預言者を咎めたり、ひどい場合は預言者を殺した王もいたのです。ダビデの前と比べてみれば、天と地の差ではありませんか。だからダビデが神様に愛されたのです。一時は過ちを犯したとしても、それを通してさらに清められたから。神様はそれをご存知だから、試練に合わせられたのです。ダビデは心に善が望んだほど、神様の善の深さが悟れて、さらに感動しました。それで、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深いと言って、よく神様の善を褒めたたえました。同じ告白でも、心にある善の程度によって、その中に込められた感動の深さは違ってくるのです。そして全く善を所有すれば、小さいことでも大きい感動と悟りが得られるのです。聖徒の皆さんも、さらに善の行いが完全になって、良いことを見聞きすることを楽しみ、毎日感動の中で生きていく幸いな生き方になりますように、主の御名によって祈ります。聞いたメッセージを思いながら一緒に祈りましょう。父なる神様、感謝いたします。今日ダビデの善について聞きました。これが私たちにとって命となり、力となるようにしてください。神様の御名が名乗られた時、大胆に行ったダビデの善、自分の命を奪おうとする敵にも善を行い、王であっても指摘された時、直ちに悔い改めて感謝して試練を通り抜けたのです。私たちもこのような善を所有して、神様に喜ばれますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された同会場先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて、信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安守してください。 GCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と姿勢で、全世界の神の子供たちの上にも、時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的の思いと疑いの勢力、あらゆる試練と患難も退けてください。頭からつま先まで、五臓六腑、骨の節々、全身の神経組織細胞など、具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔サタン、すべての病気病原菌患いを下がれ、光を望め、不治の病難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなど、あらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患と、すべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消え去れ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものは言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父よ、傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も
完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよう。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔・サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ。その使い立ちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ。すべての悪の絆を解いて闇を下がれ。光を望め。父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように。1週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で天の軍勢御使いと、主の燃える炎のような御目で、すべての神の子供たちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも、神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝いたします。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おられ。